ディフェンスは、1907年浸水のイギリス海軍の総甲巡洋艦、マイノーター級、最後に建造されたイギリス海軍の総甲巡洋艦である、1905年2月25日寄港、1907年4月24日浸水、1909年2月9日収益。1914年初頭に地中海に配備される。 第一次世界大戦開戦時、ゲーベン追跡戦に関与する。それから、ドイツの出兵艦隊の捜索に参加するため、南大西洋へ向かうよう命じられた。だが、ディフェンスが到着する前に1914年12月8日のフォークランド沖海戦で、出兵艦隊は壊滅した。ディフェンスは、第一巡洋艦船隊を率いるロバート・アーバスノット。 少々の機関として1916年5月31日のユトランド沖海戦に参加した。この戦隊には、ディフェンスの他には、ウォーリア、デューク・オブ・エチンバラ、ブラック・プリンスが所属していた。大破して、英独領艦隊の間を漂流していた、ドイツ系巡洋艦ビースバーデンに止めを刺しに向かった、ディフェンスは、ドイツの巡洋戦艦からの攻撃を受けた。 ドイツ巡洋戦艦の接近は煙と霧で隠されていた。命中弾で後部弾薬庫が破壊されて弾薬が誘爆し、そのすぐ後にさらに全部に命中弾を受けてディフェンスは大爆発を起こして沈没した。アーバスノットとディフェンス乗員903名全員が戦死した。ディフェンスの残骸は1984年にクライブカススラーにより発見され、 爆発したにもかかわらず、状態よく残っていた。現在では、プロテクション・オブ・ミリタリー・リメインズ・ワクト1986により残骸は保護されている。ありがとうございます。